フィムがここへ来たはずだ。ああ。どこへやった？彼女の望む場所へ。それがどこかと聞いているんです。わかっているはずだ。てめえ、よくそんな真似を。オーディンを出したんですね。フェンリル本部は我ら人類の最後の砦だ。大回乱に飲まれるわけにはいかない。行くぞ、外だ。真下前。急いでいるんです。君たちへ。だそうだ。これはフィムからの手紙。我々にとって優先すべきはフェンリル本部の死守。したがって君が失敗した場合のために後方にオーディン部隊を配置している。仮に君が失敗すれば彼らを起動することになる。よろしく頼む。悲しい時もいつだって。でもね、抱っこはもういいの。フィムはもう赤ちゃんじゃないから。
す強さ、自分と向き合う強さ、全てをかける強さ、気持ちを信じる強さ、みんなの強さと優しさがフィムを強くしたよ。みんなを守るから。だからまたみんなでパーティーしようね。押されている。畜生。フィム、みんなは大事だ。みんなはフィムが絶対に守るから。乗り切ったのか。フィム、無事なの？聞こえますか皆さん。エイミ、どうした？大回覧の第一波は消滅ですが、第二波がそちらに向かっています。第二波？さっきので終わりじゃなかったのかよ。残念ながら彼女はここまでのようだ。総督。しかし最難関である第一波を防いだだけでも素晴らしい戦果だった。後方の王林部隊、前へ。待って、まさかまだ生きて。無茶よ、もうこれ以上は。フィム、もうやめて。嘘だろ。フィム、どうしちまった。限界を超える海域の捕食にオーディンが耐えられなかったようだ。君たちは下がれ。オーディン部隊、前へ。全機を追って暴走したオーディンを止めろ。待て。やるんだな。諦めてなるものか。目の前にいるんだもんな。ここで引いちゃダメだよな。あの中でフィムが待ってる。そうよね。私からもお願いです、総督。フィムを、家族を、これ以上引き裂かないでください。その痛み、あなたが一番よく知っているはずです。イグだ。しかしもはや方法は、方法があろうとなかろうと関係ない。フィムが待ってるんだ。俺たちは諦めない。最後の最後まで行くぞ、みんな。フィムを救い出す。帰って、全員揃ってパーティーをするんだ。家族、
来る。俺の声を聞け。帰って来るんだ。フィムは、どうなったの？現在、確認中。ただいま、お父さん。フィム！ただいま、みんな。フィムね、わかったよ。みんなの、世界の、思いが。今ならできる気がする。
どうなっている？報告を上げろ。前線からの通信が途絶えています。フィム、君が。いや、君たちがこれを。綺麗だね。ああ、優しい光だ。聞こえたな、みんなの声が。ああ、みんな生きることを望んでた。人も、ゴッドイーターも、エイジも、この海域すべてが。とんでもないことしちまったな。フィム、すごいね。ご褒美もらえる？うん、おいしいご飯たくさん作るね。じゃないけどね、いっぱい頑張ったから、抱っこしてほしいの。お父さん帰るか。ああ、帰ろう。俺たちの
明日に。
こうして海域捕食作戦および赤の女王との武力衝突は幕を閉じた。クリサンセマムの若き英雄たちが起こした奇跡、あの瞬間この領域に生きる全ての者の意識がつながり反響し合った。人間やゴッドイーター、英雄だけでなく荒神や海域そのものとも。エイジのエンゲージにも似たこの事象のメカニズムは現時点では解明されていない。分かっているのは大回覧で活性化した触界を無害な状態に変化させたこと、そしてこの奇跡が人々に生きることの意味を考えさせるのに十分な出来事だったということだ。エイジをリソースとしたオーディンの運用は永久に凍結され、エイジに対する待遇改善の動きが急速に進行している。海域という絶望の井戸の底で一筋の光を育んだエイジたちの手によって世界は変わった。彼らがあらゆる垣根を越えた新たな港を手にする日もそう遠くはないだろう。彼らが成してみせた奇跡が、つなぎ合わせた光が、果たしてこの先の未来に何をもたらすのだろう。